もういっぱい。全データをデバイスから消去しました。アルカ特権を使用してデータを回復しますか？そうだな、お願いするよ。ファイルを復元しました。エリザベト、よく来た。久しぶりだな。弁護団が見当たらないけど。何言ってる。18件の訴訟は全て取り下げておいたよ。データで確認できるだろう。ふん、でも何か裏がありそうね。いやいや、ランチでも注文してゆっくり話そうじゃないか。邪魔はいいわ。失敗をしでかしたから私の力が必要で訴訟を取り下げたの。白状しなさい。それがチャリオットラインに誤作動が出た。殺人ロボットに平和意識。そう、それさ。シャットダウンすればそれができるならとっくにしてる。応答しないんだ。スワームが制御できなくなったってこと？もっとひどいよ。じゃあデータを見せて。あとランチは食べる。一人で。テッド・ファロがエリザベト・ソベックをここに？でも嫌い合ってる。次のファイルを復元しました。これは誤作動じゃない。これは大惨事を。まったく。まずいな。まずい？落ち着けディス。まずいなんてものじゃないわ。絶望的よ。殺人ロボットの大群を作った。平和意識と言ってる。しかも生物資源を燃料にする。それは緊急時のみだ。それに加えて自己複製を可能にした。自己複製は限定的なもので制御されてる。もう違うでしょう。誤作動で指揮系統が崩壊して、これはもうスワーム自身の意思でしか動かない。何？そんなこと。自分以外は全て餌。この複製スピードじゃものの15ヶ月で地球が丸裸にされるわよ。これはもう文明の崩壊なんてものじゃない。絶滅の危機よ。分かったよリーズ。じゃあ今の段階で食い止める方法は。食い止められない。もう無理よ。そういう意味じゃなくて。ああ、真実がバレるのってこと。リーズ、言う通りにするよ。作業を続けて君が進めることは何でもする。その言葉忘れないでよ。ファロの機械が全生命を脅かした。でもどうにか博士が倒したのか。世界は崩壊したけど生命は残った。私たちのように。最後のファイルを復元しました。プロジェクトゼロドーン。頼むよ。他に方法があるだろう。あなたの失態をチャラにできるならとっくに提案してる。だがこんな
正気か。助けを求めてまさか事態を悪化させる方法が出てくるなんてな。それは違うわ。恐ろしいけどもうこれしか手はないの。早くサインをしなさい。サインだとするわけないだろう。するのよ。何？リス、こんな俺でも両親は残ってる。できない。テッド、決心なさい。分かってる。私は今飛行機で米国ロボット司令部に向かってるところ。15分後にヘレス将軍と参謀本部で面会する。なんだって。おい、正気か。話す内容はあなた次第よ。サインすれば世界最大の企業が私の設計したゼロドーンのための資金を保証すると。彼らに伝えてあげる。サインしないなら地球上にいる全人類がこの誤作動の本当の原因を知ることになるわ。やめろよリズ、何も脅さなくても。サインする。ポジティブに考えて。これから先はあなたが得意なことをするだけ。人に手を汚させてお金だけ払うの。神をお許しを。そんなに恐ろしい計画とは一体何だ。どうやって機械を止めた。管理者のアクセスを検知。特急リフトを開放。意味がわからない。大昔に生きていたソベックが母親のわけがない。こんなに調べても何もわからないままだ。せっかく事実を知ったというのにどうした。わがままな子供のようだな。減らず口を叩くなら面と向かって言ってみろ。お望み通りに。お前は自分のその発見にどれだけの価値があるのか本当にわからないのか。お前にはがっかりしたよ。幽霊じゃなかったか。名前もあるのか。この状況で聞きたい質問が私の名前だというのか。何十年もの間古の者たちの謎を解明するために遺跡を調べてきた。ファロの機械が文明を破壊した時長きにわたり考えていたが確かめられずにいた。だがお前は一瞬で私が明かした以上の発見をした。なのに聞きたいのは私の名前だと。サイレンス、それが名だ。さあ他の質問をしたらどうなんだ。もっと知的なこと。お前に私の苦労がわかるわけない。どれほど辛かったか。自分が何者でどこから来たのか知らずに生きてきた。そこにエクリプスだ。エリザベトに似ているというだけで私を殺そうとした。育ての親は殺され、赤ん坊のお前は山で見つかった。フォーカスを通じてもう知っている。私が何かを求めて進めば進むほどその答えが遠ざかっていくんだ。わからないだろう。わからぬというわけではない。興味がないだけだ。もし答えがいつも遠ざかってしまうのなら追いつくように走ればいいだけ。そうすれば問題全体を理解することができるはずだ。一体何のことを言っているんだ。お前の謎は個人的なもの、大いなる謎の一部に過ぎない。共通点はエリザベト・ソベックとの関係だけだ。でも関係とは何なんだ。何世紀も前の人が母親なわけがない。それはまだわからんな。答えを知るためには諦めずに進み続けることだ。お前のおかげでファロの機械が地球上の生命を危機にさらした事実を知れた。でも免れた。古の文明は崩壊したが生命は救われた。その通り。ではエリザベトは何をした。全てが失われる前にどうやって機械を止めたのだ。
プロジェクトゼロドーンとは。まさにそれが核心。さて、答えを見つける覚悟はあるか。もちろんある。ではなぜ突っ立っている。ちょっと待て、サイレンス。説明することがあるだろう。十分話したはずだ。まだ聞きたいことがあるならさっさと言え。時間を無駄にするな。お前は何者なんだ？目的は何だ？本当に私のことを聞くとは。自分の部族から離れ一人で旅を続ける流浪人だ。禁じられた地で失われた知識を求めている。さっき言ったはずだ。なぜエクリプスについて詳しい？私がたまたま物知りだというだけだ。私がエクリプスや誰かと協力しているのかということなら違う。私は単独で行動をする。話はもう十分だ。さあ早く行け。いいや、そうは行くものか。お前はこのフォーカスを利用するだけで私だけが危険を冒してきた。これを外したらお前は失うんだ。私の目も耳も知識も。だから質問にさっさと答えるんだ。仕方がない。なんだ。ファロの戦闘機械が古の文明を崩壊させたことは知っていたのか？証拠がそう示していた。だが今までは危機の度合いを把握していなかった。機械が有機物を燃料に変換でき、ホルス級が機械を複製することなどな。まるで動く機械炉だ。だが今まで見てきた機械、コラプターやデスブリンガーはそんなことしない。今はまだな。無傷の奴らに遭遇したことはないだろう。完全体であれば可能なのかもしれない。私が知る限りではエクリプスは従っているだけ。私を狙っているのはハデス。何者だ？わからん。エクリプスは埋もれしい影と呼んでいる。一種の悪魔だ。外で私に話しかけてきてフォーカスを爆発させた。あれがハデス。 あれは人間でも機械でもなかった。おぞましい声、怨霊のようだ。これだけは確かだ。お前の命を狙っている。エリザベトと関係があるから。そうだろう。ハデスはエクリプスを使いファロの機械を蘇らせる。でもエリザベトは食い止める方法を見つけた。特殊な武器を作ったならハデスはそれを破壊しようとするはず。私が発見した古いデータに障壁が開発中だったという情報があった。機械を食い止めるために文明は崩壊せざるを得なかったのだろう。エリザベト・ソベックが今も生き続けている可能性はないのか？まずないだろう。だが不可能ではない。私が発見したデータの中には延命技術に関する情報もあった。医薬品というものだ。古の薬だな。人間を冷凍し解凍する方法も研究されていた。人間を冷凍し解凍する？低温学というものだ。だが問題があった。エリザベタの技術的見識鑑みれば不死を得る方法を実現できた可能性もなくはない。推測に過ぎないが、さあ行くぞ。私のフォーカスを覗き見ていたな。どうやったんだ？フォーカスが発するのは信号、声だ。他のフォーカスにだけ伝わる。その声をつなげる方法を知っている。遠く離れた場所でも互いに連絡が取れる方法な。それをどうやって知った？研究と実験を何年も重ねた。機械をオーバーライドするのと基本は同じだ。フォーカスをオーバーライドする。
他のエクリプスのフォーカスも探れるんだな。大抵はな。ただ奴らの通信をオーバーライドするのは難しい。米国ロボット司令部という場所へ向かっていると確かエリザベトは言っていた。ゼロドーの話をしにな。その場所は今もある。遺跡だ。弔いの穴とオセラム族は呼ぶ。弔いの穴？いい名前。東の山にある遺跡、鉄の悪魔の下に埋もれた場所のことだ。 BOR7 ホルスと呼ばれていたらしいな。着いたら連絡をしよう。待ちきれないな。顔を合わせる時までにその態度は改善しておけよ。さてと、登るよりは下る方が少し早いはず。次は米国ロボット司令部、ゼロドーンの秘密を調べる。動力源があった。これで鎧が手に入るはず。雨、ま、ほとんど防水加工だけどな。いい肉だ。